皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、文部科学省高等教育局医学教育課長の丸山と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、これまでに、お話しいただいた方々とはちょっと毛色が違いますけれども、行政の立場から取り組んでいることにつきましてご紹介をさせていただければというふうに思います。題名は、次世代医療人材養成の取り組みについてという題名でございます。まず初めにですけれども、当課で担当している職種、どういうものの人材養成をやっているかということをご紹介させていただきたいと思います。ご覧のように24の資格についての、高等教育での人材養成につきまして所管をしているということでございまして、括弧1の医師はあれですけれども、医師、歯科医師、薬剤師に始まりまして、最後24番目は精神保健福祉士まで至るまでの24資格につきましての教育につきまして所管をさせていただいているということでございます。続きまして、2040年の社会の姿ということでございますけれども、2018年に生まれた子どもたちが大学を卒業するようなタイミングでございまして、課題といたしましては、世界の国々が今後直面する課題にいち早く対応していくことが必要だということでございまして、知識とそれを組み合わせて生み出す新しい知というものが必要になってくるだろうということでございます。特に高等教育につきましては、我が国の社会や経済を支えることのみならず、世界の直面する課題への解決にいかに貢献できるかという観点が重要だということで、2040年頃の社会の変化の方向としてご覧のようなものがあるだろうというふうに言われています。この4つですけれども、1つはソサエティ 5.0 ということで、AI、ビッグデータ、IoT、ロボティクス等の先端技術が高度化していくということに対応していく必要があるということでございます。一方で右側ですけれども、人生100年時代ということで、日本は2007年生まれの子どもの 50% が到達すると期待される年齢が107歳ということと言われてまして、あとその右側にありますように、3ステージではないマルチステージの人生ということで、だんだんこう変わってくるということが予想されています。また、左の下ですけれども、グローバル化ですが、在留外国人の数も右肩上がりで上がっておりまして、海外在留邦人の推移は横ばいですけれども、実際は 133.8 万人は海外に行っておられるというような状況がありまして、かなりそのこういうグローバル化が進む中で、どのような社会の姿を持っているかということが重要かということだと思います。合わせて人口減少が進んでおりまして、少子高齢化がどんどん進んでいくということで、このようなグラフの通りでございまして、一番上は0歳から14歳ですが、この部分はどんどん減っておりますし、生産年齢人口である15歳から64歳、真ん中の赤いラインですけども、ここもどんどん減っていくというような状況でございまして、こういうふうに人口減少をする中で、働き方改革も含めまして、その AI 等をどのように活用していくかということも非常に重要になってくるということでございます。次に高等教育改革の全体の姿という形でございますけれども、先ほどの話にありましたように、ソサエティ 5.0 に対応した大学教育改革というものが必要になってくるであろうということでございます。加えまして、右側ですが、教育の質の保障を行っていく必要がありまして、学生が身につけた能力、付加価値を見える化していくことが重要だろうということが指摘されているところでございます。加えまして、大学の基盤強化、連携統合ということで、先ほどのように少子高齢化しますので、子どもたちがどんどん減っていくという状況がありますので、多様な人的資源を活用することが重要であるし、国立大学の経営力を強化すること、地域連携プラットフォーム等を構築していくことが重要だということが言われています。加えまして、少子高齢化にはなりますけれども、リカレント教育の拡充によって、高等教育で、さらにリカレント教育で先ほどの多様な生活スタイルの中での人材を養成していくということも非常に重要に、大学の役割として重要になっていくということでございます。それを踏まえまして、中央教育審議会で30年の11月26日に出た答申を一括でまとめたものがこちらでございます。1のところにありますように、2040年の展望と高等教育が目指すべき姿では、予測不可能な時代に求められる人材は、普遍的な知識理解と汎用的技術を分離、横断的に身につけていく人材で、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、社会を改善していくことが重要であり、こういった人材を養成するために高等教育
が目指すべき姿として、学習者本位の教育へ転換をすることを掲げているところでございます。その下2番のところでございますが、教育研究体制では多様性と柔軟性をキーワードに整理しておりまして、18歳で日本人が入学する従来モデルから脱却し、社会人、留学生など多様な年齢層、多国籍の学生の積極的な受け入れや、実務家などの多様な人材を登用できる仕組みのあり方を検討して、人材養成の観点から各機関の多様な強みを強化する必要があるということが指摘されているところでございます。また、多様で柔軟な教育プログラムにつきましては、分離横断、学習の幅を広げる教育ということで、分野を超えた専門知能を組み合わせ、分離横断的なカリキュラムが必要である。学生、学習の幅を広げるような工夫が求められると整理しています。学位プログラムを中心とした大学制度により、時代の変化に応じ、迅速かつ柔軟なプログラムを編成可能とすること、複数の大学等の人的物的資源の共有、ICT を利活用した教育の促進ということを整理しているところでございます。多様性を受け止める柔軟なガバナンス等につきましては、各大学のマネジメントの機能や経力を強化し、大学の等の連携統合を円滑に進めることができる仕組みとしまして、国立大学法人の一法人複数大学制度の導入、経営改善に向けた指導強化、撤退を含む早期の経営判断を促す指導、各大学の強みを生かした連携を可能とする大学等連携推進法人の導入の必要性をお示しするとともに、学外理事の問いについても提言しているところでございます。3の教育の質保障と情報公表では、教育の質保障といたしまして、教学マネジメントの確立とその前提として学習成果の可視化、設置基準の見直しと認証評価制度の充実、情報公表が重要であるとしています。4、18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置につきましては、大学進学者が約2割減少するという将来の変化を見据えまして、教育改革を進めるとともに、規模の適正化を検討し、地域において具体的な議論を行う地域連携プラットフォームの構築が必要であるとしています。国公私立の役割につきまして、歴史的経緯と再整理された役割を踏まえ、地域における高等教育のあり方を再構築するとされております。6番目ですけれども、高等教育を支える投資についてですが、必要な公的な支援を確保しつつ、民間企業、地方公共団体や個人からの投資も意欲的に確保し、財源を多元化するとともに社会の負担への理解を促進していくことが必要であるという整理をされているところでございます。次に、保健医療分野の AI 研究開発を推進する人材の養成という観点で少しご説明をさせていただきます。ここにございますように、各種国の会議でございますけど、まあ、令和元年6月の閣議決定におきましては、そこにございますように AI の社会的課題解決に資する研究開発を官民挙げて推進するということが閣議決定されたところでございます。その下、統合イノベーション戦略2019におきまして、教育改革、研究開発、実世界の重点領域の AI の社会実装ということが謳われているところでございます。その下でございますけれども、健康医療、介護における AI を活用するためのデータ基盤の整備を図るとともに、AI 技術開発と社会実装を加速するということも書かれているところでございます。続きまして AI 戦略2019で統合イノベーション戦略推進会議決定でございますけれども、そこにございますように AI の開発活用ができる医療従事者の育成の検討ということが書かれておりますし、令和元年の6月に出されました保健医療分野 AI 開発加速コンソーシアム議論の整理と今後の方向性におきましても、人材育成につきましては、保健医療分野における AI の開発を進めるにあたり、AI 技術者における医療の教育と、医療関係職種における AI 教育の両方の方向性があるということが謳われているといったところがございます。続きまして、アンケート調査の結果なんですけれども、対象まず医療機関の方でございますが、上の方の赤いところの四角にありますように、AI 研究開発に向けたデータが不足していて、AI 研究開発に向けた人材が不足しているということの意見が多かったということでございます。AI 医療の教育機会を増やし、幅広い
対応ができる人材育成をする必要があるということでございます。2つ目の黒丸ですけれども、まあ、共有基盤等の AI 研究開発を安易に進めていく環境づくりが必要だという、容易に進めていく環境づくりが必要だということも言われているところでございます。続きまして、対象が企業の方のアンケート調査です、結果ですけれども、上の四角のところですが、まあ、課題としては先ほどと同様なんですけれども、AI 研究開発に向けたデータが不足しているということであるとか、 AI 研究開発に向けた人材が不足が多くを占めているといったような状況でございました。2つ目の黒丸ですけれども、データに関して質の良いものを形式を整えて収集し、利活用を推進することが必要だというご意見も寄せられているところでございます。各国の状況ですけれども、これ先ほどもご紹介ありましたけれども、米国におきましては2016年の10月12日に米国人工知能研究開発戦略計画を作成して、保健医療分野は教育の生活質向上分野に続けられている状況がございまして、積極的にこの分野への対応を進めているといったものでございます。また中国も同様に2017年の7月に次世代 AI 発展計画というものを公表して、保健医療分野を安全で便利なスマートな社会の構築に位置づけておりまして、日本の6領域に該当する研究が例として挙げられているような状況がございます。米国の保健医療分野における AI 技術開発の教育の取り組み例ですけれども、一番上の丸ですけれども、NIH では AI 関係プロジェクトのビッグデータトゥナレッジという人材養成に関する取り組みを進めている状況でございまして、ファンディングで大学の、国内の大学において、それぞれ大学の強みとする領域分野の人材コーディネートを要請しているところでございまして、13箇所のセンター拠点を整備しているといった状況でございます。スタンフォード大学などでは、米国内の主要な大学にのいくつかにおいてはデータサイエンスのための研究部門と、AI に関する研究部門に分けて別々で組織しているといった状況があるということでございます。その下の丸ですけれども、まあ、AI に関する研究開発は医療分野に関わらず、さまざまな部門で研究教育が進められているといったことがございまして、これは AI をデータサイエンスの一つとして、研究教育しないという見解に基づいているものと考えられるといったこともございます。一番最後の丸ですけれども、大学のレベルによってその差はさまざまなんですけれども、データサイエンスについては修士課程レベル、AI については博士課程レベルで、教育として位置づけていることが多いというふうに認識しているところでございます。そこで、令和2年度の今政府予算原案に載っている新規の予算事業でございますけれども、当課で担当している事業でございますが、保健医療分野における AI 研究開発加速に向けた人材養成産学共同プロジェクトという予算を政府原案に盛り込ませていただいているところでございます。事業概要にございますように、取り組みの内容としましては、医療系の学部を有する大学を中心としまして、保健医療分野における AI 研究開発、まあ、重点6領域につきまして、民間企業、団体等の協力を得て、医療現場のニーズ、知見を用いて、AI 技術開発を推進する医療人材を養成していただきたいというものでございます。医療現場における医療データを活用した機械学習や、企業等における AI 技術の課題解決への応用を学ぶなど、保健医療分野で AI 実装に向けた新たな教育拠点を構築していただきたいというものでございまして、イメージ、このちょっと小さいので、次のスライドで大きくしてありますけれども、大学医療機関で連携して、実際のデータを利活用いただくということで、右側に民間企業団体がありまして、大学医療機関としましては、現場の知見の提供であるとか、実技の場の提供であるとか、学習修了者の学習成果の可視化、習得した能力の発信というものがあり、企業から側から大学や医療機関に対しましては、AI の技術の提供であるとか、プログラム等の評価の協力であるとか、等々で連携していただきたいというものでございます。その下が、この辺がそのイメージですので、これに限ったものではないんですけれども、例えば、医学部6年生、臨床研修2年を経た上での大学院ということもあるでしょうし、医学部6年、臨床研修2年、その後、臨床研修後の研修を経た後に、大学院の博士課程に進むというプログラムもあっていいというふうに思いますし、医学部、薬学部の6年後から大学院にそのまま来るということ、修士博士の大学院に上がるということもあるでしょうし、
保健医療系の学部から大学院の修士博士課程に入るといったような例もあるというふうに考えられているということでございます。要請する人材像と教育内容の例でございますが、この上にありますように保健医療分野における AI 研究を自ら進めることができる医学資格研究者ということで、これはな大学や研究機関への勤務をこう想定しているイメージでございます。2つ目の丸で、医療系の資格を有した社で AI 関係企業の技術者として開発に携わる人材というイメージで、これは民間企業に勤務するもしくは起業家などをこう想定しているイメージでございます。3番目といたしまして、企業との技術者として共同で保健医療分野における AI 技術推進の能力を持った医師、歯科医師、看護師、薬剤師等々の要請ということで、これは大学病院や医療機関に勤務していただくといったイメージで、このプログラムで要請するイメージとしましては、この医療で塗ってあるところで国内のトップレベルで活躍できるレベル、一部その世界で活躍できるレベル、一部で国内で活躍できるレベルといったようなこの中間部分のところを要請していただきたい、そのプログラムを開発いただきたいという予算でございます。次にこれは参考までにお示ししましたが、昨年度令和元年度の予算として獲得したものでございまして、医療データ人材育成拠点形成事業というものでございます。事業概要はここにございますように、大学病院を有する大学を中心で複数の大学が連携しまして、それぞれの強みや特色を生かして医療データの利活用を推進できるトップレベルの人材を育成する拠点を形成する取り組みを支援といったもので、どちらかというとデータの方の整理等を主眼に置いているものでございまして、これはすでに採択が決まっておりまして、一つは左側の東京大学、他に大学で連携していただいてプログラムを開発していただくもの、もう一つは京都大学を中心とし他10大学で連携していただいて人材養成をしていただくというプログラムを今走らせているところでございまして、これも成果を期待しているといった状況でございます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。